こんにちは、野球クラブ18です。大谷翔平の22号ホームランとロバーツとマイク・トラウトから衝撃の暴露。6月21日のドジャース対エンゼルス戦で、大谷は今シーズン22本目のホームランを放ち、連続試合でのホームランを達成しました。この驚異的な成果により、彼の打率はリーグトップの322に上昇しました。試合を変えた瞬間は、5回にやってきました。 大谷は元ソフトバンクの左腕ムーアからの時速91.1マイルの球を完璧に捉え、打球をバックスクリーンの右側に打ち上げました。これは今シーズンで5回目の連続試合でのホームランであり、キャリア通算では29回目となりました。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、大谷の最近のフォームに対する賞賛を隠しきれませんでした。彼は間違いなく今までで最高の状態にありますとロバーツ監督は語り、 大谷の打席でのアプローチを称賛しました。彼は全方向にフィールドを使い、打てる球を打っている、素晴らしい野球をしています。ロバーツ監督はまた、大谷のピッチ選択の改善についても触れ、彼は追いかける球の割合が大幅に改善されたと思います。相手チームが彼に4球を与えるなら、それも価値があると理解していますと述べました。監督の分析はそれだけに止まりませんでした。 彼は、大谷が5月末の不調を乗り越えてリセットしたと信じています。彼は一歩下がって、相手チームがどのように攻撃するかを考えたと思いますとロバーツ監督は説明し、大谷の適応力に感謝しました。一方、大谷の元チームメイトであるマイク・トラウトは、MLB ネットワークとのインタビューで試合について語りました。トラウトは試合後、 大谷はリードオフとして期待通りの活躍を見せましたが、エンゼルスの数少ない勝機を完全にものにされました。彼の2点先制ホームランの直後に同点にされ、それ以降は得点できずに苦戦しました。打線と投手のリズムが合わず、流れをつかむことができなかったようです。大谷以外の選手は、ベッツ不在の影響を受けていたのかもしれません。しかしか エンゼルスファンにとっては最高の試合だったに違いありませんとコメントしました。大谷のホームランについてトラウトは複雑な感情を表明しました。彼の22本目のホームランを嬉しく思いますが、チームのために燃えている若き大谷にとっては悔しいことでしょう。トラウトはまた、大谷がドジャースのユニフォームを着ているのを見るのは奇妙な感じがすると述べました。ドジャース対エンゼルスを見ると、 まずエンゼルスの文字が目に入りますとトラウトは認め今年は多くのことが起こりましたので大谷のリズムは6月から7月にかけて変わるかもしれませんこれからは彼が7月の男と呼ばれるのを楽しみにしていますと付け加えました今年は6月から大谷選手の調子がどんどん上がってきています過去にはシーズン後半になると少しパフォーマンスが落ちることがありましたが今年は打撃に集中しているので 疲労の蓄積も少ないはずです。これからどうなるか楽しみですね。もし現在のパフォーマンスをシーズン後半まで維持できたら、本当に驚異的です。その場合、ドジャースが来シーズンも彼の二刀流プレーを許可するかどうか、興味深いところです。これは贅沢な悩みですが、そんな状況をぜひ見てみたいですね。世界中で日々様々な出来事が起こっていますが、大谷選手はここ数年、 毎日のように私たちに驚きと喜びを提供し続けています。谷選手自身、困難に直面することもありました。日本のメディアが彼に厳しい壁を作ったこともありますが、彼は野球を愛する少年のままです。彼がゲームに勝つためだけに打ち、走る姿は彼と接するすべての人々を魅了します。大谷選手が投手としてもプレーを再開することについて、多くのファンが熱望していますね。 彼は間違いなく野球の宝です。もし大谷選手が再び怪我をして投げることができなくなったら、多くの人がやはり二刀流は無謀だったのでは、と考えるかもしれません。それによって、野球を夢見る子供たちや、その親やコーチが二刀流への道を危険と考え、閉ざしてしまう可能性もあります。大谷選手は6試合連続でヒットを記録し、その間に五本のホームランを放ちました。 特に6月は8本のアーチを描いています。残念ながらその試合は負けてしまいましたが、6月の大谷選手の好調ぶりは目を見張るものがありました。からの試合でも多くのヒットを打ち、6月の MVP を目指してほしいですね。大谷選手のヒットは完璧でしたね。彼のバットの振り抜きと最高のタイミングで開くヒップは見事です。まさにミスター・ジュンと呼ばれるにふさわしいパフォーマンスを見せてくれました。 ただ、個人的にはサンドバル選手の状況が気になります。エンゼルスとの対戦ではおなじみの顔ぶれも多く、非常に楽しみです。今日のエステベス選手のピッチングもかなり良かったですね。彼の最後のカメハメハは素晴らしかったです。ただ、大谷選手とエステベス選手の対決をもう少し見たかったですね。本当に強打者としての地位を確立していますね。落合博光さんや松中信彦さんのような選手は、 ホームランだけでなく打率も自然と上がっていきます。大谷選手もその道を歩んでいるようです。そういった打者はバットコントロールが良く、パワーも兼ね備えていますが、球を見極める能力も高いですね。だからこそ多くの4球を選ぶことができるのでしょう。大谷選手がこの6月に見せたパフォーマンスは、本当に期待以上ですね。もう少し早く素晴らしい月だと宣言しても良かったかもしれません。 今年の大谷選手は、怪我や走塁中のアクシデントがなければ、通常よりも疲労が少なく長いシーズンを戦える可能性が高いですね。彼がどれだけトリプルクラウンに近づけるか、または実際に達成できるか、非常に楽しみです。スポーツ報知のレポーターも時々単純な間違いをすることがありますが、大谷選手の現在の状況を見てみましょう。 彼はまだホームランリーダーの小綱選手にはかなり遅れをとっており、簡単にトップに立つのは難しいでしょう。ベッツ選手の怪我以降、大谷選手の前に走者が増えたことで、彼の打点はソロホームランか二ンホームランが多くなっています。得点圏での打率を向上させないと、差を縮めるのは難しいかもしれませんね。かつてイチロー選手がバッティングについて、その理由を説明できなければならないと言っていましたが、 今、大谷選手もそのレベルに達しています。大谷選手は自信を持ってバットを振っています。彼がなぜうまく打てるのか、良い時と悪い時の違いを自分で理解しているので、フォームが簡単に崩れることはないでしょう。大谷選手のパフォーマンスは常に注目の的ですが、トップの小綱選手と比べるとまだ差があるのは事実です。簡単にはトップに立てない状況ですね。特にベッツ選手の怪我の後、 大谷選手の前にランナーがたまることが少なく、その結果、打点は主にソロホームランかツーランホームランに限られています。得点圏での打率を上げることが、彼がさらに成績を伸ばす鍵になると思います。得点圏での打率を上げることができれば、もっと多くの打点を稼げるようになり、リーダーボードの上位に名を連ねることも夢ではありません。大谷選手の活躍にもかかわらず、 チームが勝利に結びつけられないことがしばしばあります。特に、先日のサードのエラーや、今日の6回のピッチャー交代後の乱調などが勝利を逃す原因となっています。大谷選手の主君打が生かされないのは非常に残念ですが、これは彼のコントロールできない部分です。勝利だとして記録されると、やはり気分が良いですよね。ムーキー・ベッツ選手が一番打者を務めていた時は、余計なプレッシャーがかかっていたようですが、 彼が抜けてから大谷選手が一番になり、よりリラックスして打席に立てるようになったことが、結果的にプラスに働いています。それに、ロバーツ監督の大谷選手をサポートすることができなかったという言葉遣いには、本当に感心させられます。ただ、キケヘルナンデス選手のタイブレークでの三振は情けないものでした。これからのポストシーズンが心配ですね。 オスカー選手を2番に起用したことが今日の敗因と言えるかもしれません。彼は典型的なパワーヒッターですが、今日はフリーマン選手へのつなぎとしては機能しませんでしたね。大谷選手の衝撃的な2ランホームランで先制した後、この試合をしっかりと支配下に置く必要があったのですが、手オスカー選手の打席が連続して失敗に終わり、大きなチャンスを生かせませんでした。ナック選手の好投もあったにもかかわらず、 中継陣が4級と死球で同点に追いつかれたのは本当にもったいないです。に期待されていたエステベス選手も今日は役割を果たしていましたがチーム全体としては惜しい敗戦となりました。